食いみたいな。ミキさんがでも作ってくれるってことですか？イエス、イエス、BBQ。 じゃあちょっと向こうの方まで行かなきゃダメかな。うん、いいんじゃないかな。ちょっと考えたいと思います。今日うちの事務所の人ね、誰も来てないんで、チャンス、僕判断なんですよ。ミキさんだってほらもうすぐ独立するんでしょ。ああ、もうすぐ独立するんでしょ。独立しませんよ。なんで噛んだ今。ちょっと動揺したのかな。まあ若干ね、あの日も暮れで寒い状況になりつつあるので、そうですね。まあ早めにちょっと作ってみようかなと思いますんで、乞うご期待。さあ始まりました、ミキと小西の楽しい BBQ。 はい、ということで、しっかり日も落ちて、はい、真っ黒ですね。バラエティー色がだいぶこういう感じになりましたけども、はい、さあここにある素材、ゴーゴー言ってますけどね、はい、大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫そうです、はい。聞いといて大丈夫そうですって自分で言った。今見ました。確認しました、ね、確認しましたね、はい、さあここにある食材が若干ね、はい、リクエストみたいなことがありまして、スタッフさんから。まず冷製パスタを作ってください。え、ミキさんのお手製の。はい、お得意なんですか。分かんないです。まああとアヒージョ作ったことあるんですよね。はい、まあ、スキレットもそこにあるんです。これ今流行りですブーム、スキレットですね。スキレットっていうんですか。はい、フライパンじゃないですか。フライパンに見えるけども、アヒージョ作るならスキレット、スキレットっていうんですか、はい、ってことね。はい、はい、であとホイル焼きですね。ホイル、ああなるほど、ムツのホイル焼き、はいはいはい。あとはもう BBQ といえば肉。はい、もうこれを焼いて食べればいいんじゃないですか。もうそうね。一緒に。それでめっちゃ緊張しました。あれなんで現場、いやもうだって主役ばっかりやってる人たちしかいない現場で、うわーって思って。あれだよね、その中で栄誉ある嫌われ声優の座をナンバーワンいただきました。大概君がやるって嫌われるよね。まあシチュエーションミキさん暑いですよ、それ多分。軍手。小西さん、衝撃的な発言していいですか。はい、まだっす。固くなっています。味はいいね。味はいいです。ちょっと待って、エビうんと、ご覧ください、このエビです。はい、中華食材の干しエビを戻す途中。ちょっとこれいきましょうよ。これこれどっちですか、ホイル。はい、アスパラ火通ってんのかな。見た目からだとどうも判断できません。バーベキューってそんな物騒なもんなの、ね、あ、全然火通ってますけど味だよね。うん、あ、もうちょっとお醤油かけてよかったな。本当、はい、これこっち行ってみる。バターの香る風味は全然あります。俺こっち嫌いじゃないよ。あ、さっぱりしてて。でもこれ場所によるかも。それはダメなんじゃねえの。ムツ行ってみよう、ムツ。ああ、おいしい。いける。あ、うまいよ。これちょっといいですか、言って。はいはいはい、おいしい。いただきます。めっちゃ柔らか。